古典風は、太宰治の短編小説。本作品は、1937年10月から12月の間に書かれた未発表の休行を書き改めたものである。休行のタイトルは、貴族風といった。妻の道子は、本文は、配置を変え、用語を改めているが、総枚数は、新旧同じで、大きい改ざんはされなかったようであると述べている。 美の重郎が酔いしれて帰宅すると、家の中はざわめいていた。部屋には母が一人離れて座っていて、それと向かい合って、召使いの者が五六人、部屋の一隅に座っていた。あなたは、私のペーパーナイフなど、お尻でないだろうね。銀のが、亡くなったんだがねと問われ、重郎は、存じております。僕が頂戴いたしましたと答える。重郎は、白尺美の英樹の死である。 夜が明けると枕元に小さい女の子がうつむいて立っていた。この頃新しく雇い入れた過妃にそう言いなかった。名前は知らなかったが、バカな奴だと意味なく知ったした。ペーパーナイフを盗んだのは果たしてその下火であった。尾上照テルは浅草のある町のシャミ色の長女として生まれた。テルが13歳の時、父は大酒のために指が震えて仕事ができなくなり店は崩壊する。 18歳になって、向島の町合の下女を務め、そこの乗客に騙され、ナフタリンを食べて死んだふりをしてみせた。5年ぶりで聖火へ帰った時、店は、肝臓という腕の良い実直な職人を探し当て、回復しかけていた。テルはお得意筋の口点で方向先が決まった。身の白尺家である。テルは、方向に来て2日目の朝、庭先で重労の手帳を一冊拾う。 重郎のいわば悪魔のお経が、テルの嫁入り前の大事な体に悪い宿命の影を、投じる。雨降る日、重郎が書斎で書き物をしていると遊び、仲間の詩人が現れた。重郎は、自分の牢作を読み始める。カリギュラの妹のアグリパイナと、彼女とブラゼンバーとの間に生まれたネロは、カリギュラの命により、南海の一古島に流される。カリギュラが、進化に葬られると、 カリギュラのおじのクロージアスがその後を継いだ。クロージアスは二人への斜面の書状に署名をなす。ありがとうございます。